荒川橋梁は埼玉県大里郡寄居町寄居と道町折原の間で荒川に架かる東日本旅客鉄道八高線の鉄道橋である橋梁は荒川河口から 95.7km の位置で折原駅とより駅の間を流れる荒川に架かる両岸とも菓子段9域になっていて低水路と断崖状の断球面との高低差が大きいことから 堤防などの河川設備がないため、橋梁のアプローチ区間は存在せず、橋は、右岸側と左岸側の断球面を直接結んでいる。形式は平家床式公共の鉄道橋梁で、橋長は137.8メートルである。右岸側の位置計は、単線上路平行原ワーレントラスゲタで、鉱材重量 189tf、島六66メートルである。 左岸側の三景間は、単線上路プレートガーダーである。キャットウォークが橋の下流側に設けられている。橋の両側はカーブしており、左岸側は半径300メートルの曲線で右にカーブしている。東京寮は、鉄道省八高線の最後まで、未開通だった、小川町、より遺憾の延伸工事に伴ってかけられたものである。執行は、受け負いで、合資会社、 西本組が行い、1934年10月6日に小川、寄井んが開通し、八高線は全通した。線形は折原から寄井の市街地に向けて直線的に設計すると、両地域の高低差が大きいことから、荒川に建設する橋梁は大規模なものをかけなければ、ならず、さらに急勾配な路線となってしまうため、市街地の西側に大きく迂回して、 勾配を緩和するような線形となった。開通当時の橋梁は、現在の秩父鉄道荒川橋梁のような後、景観連続の単線上路式プレートガーダー橋であった。左岸側に景観は島町19.50メートルのポーナル型プレートガーダー橋で、他の三景観よりスパン長が短くなっている。橋脚はコンクリート製である。 1949年6月1日に日本国有鉄道法施行に伴い、日本国有鉄道が発足し国鉄の橋梁となった。また、荒川橋梁が架けられた当時、左岸は大里郡より一町、右岸は大里郡折原村だった1955年の合併により、両岸ともより一町となった。この橋は1958年に橋脚が補修された。 最も南側の流進の箇所に存在した第1号、橋脚は、川の固定化や流水による潜屈の影響を受け、根方目光の流出が生じたことから、都下部分である、宇賀川に軽観のプレートガーダーと共に撤去され、代わりに1986年に、対抗成功を使用した川田工業製の一、軽観の家事式平行源、ワーレントラス橋にかけ、変えられ、 現在に近い状況に改修されている。1987年4月1日に、橋梁は国鉄分割民営化により、東日本旅客鉄道に継承された。橋の左岸側は、より一丁の市街地である。橋の周囲は、埼玉県立長泥玉、よど自然公園区域に位置している。また、この付近の荒川は、貸子段9域で、深い渓谷を刻み、菓子は、 岩肌が目立つ。かつては、橋が架けられている付近には、江戸期より小持勢の私と呼ばれる、秩父道に属する施設の都線上が存在した。ありがとうございます。